今回はユーカリが丘駅から東西線を使って通勤することをシミュレーションして、都内へ通勤してみたいと思います。現在の時刻が朝の7時1分、ユーカリが丘発の電車で行きたいと思います。ただいまの時刻が7時5分、7時5分に勝田台へ到着しました。ユーカリが丘までの距離が約4分です。京成勝田台を降りて東洋高速線の東洋勝田台駅へ今向かっております。京成勝田台駅を降りてから東洋勝田台駅までは乗り換えに関しては徒歩で1分で到着できます。7時10分の三鷹行きで行きたいと思います。ユーカリが丘を出発して約6分で東洋勝田台東西線の乗り場へ到着いたしました。7時10分、ユーカリが丘を終えててから、すみません、現在7時7分ですね。ユーカリが丘を出て6分で三鷹行きの電車へ座って通勤することが可能でした。ちなみに次の電車が7時15分に出てまして、今そこの座席に並ぶ方が順番待ちをしております。1本待てば確実に電車が座れていけるということで待っていらっしゃるお客様もいらっしゃいます。この時間帯ですと約3分から5分の間で電車が通勤するようになってますので、ユーカリが丘からの接続もかなりいいと思います。この電車は西船橋まで各駅に停車。現在通勤時間帯ですが、1本電車を待ったことによって確実に電車の中です。